300ヤード飛ばすための必須のモーション、まあ、このための動きですね。体の小さくてもね、このためがうまく作れれば飛距離最大出せます。ここの、手首のための部分をどのように作っていくかが、非常に重要になってくるんですけども、なかなかね飛ばしができない、飛ばない人ってここがこういう風に溜めて打つことが難しい。このように手首を溜めていくというよりはこのようにクラブを先にほどいてしまう方のが多いんですね。必須の練習としてはこのように連続素振りです。でこれがうまくできないんですね。このようにクラブを常にこう引っ張るように、その瞬間ここに溜めが生まれるんです。角度が生まれる、でほどけると。これがねなかなか難しくて、このように胸をこう柔らかく使えない方が溜めができないっていう方なんですね。まあ、要するに手だけで振ってしまう。だから連続素振りしてても初めはできるんですけど、徐々に手だけ振ってしまうんで、手が先に行って足がっていうね。そうするとこう足が全然使えなくなってくる。このような感じですね。だから胸のあたりを柔らかく、揺さぶるように振って、まずこのようにクラブが遅れてくる感覚を理解するんですね。まあ、あとはこのようにワンスピード、シャフトのしなる、道具で、切り返しでこう、逆の動作が生まれた時にシャフトがこう、しなる。逆ですね。一瞬逆に動いてから、腰が逆に動いてからクラブが動く。このことでこう逆になるんで喧嘩し合うんですね。シャフトと体が喧嘩し合う瞬間を作ることでシャフトのしなりが生まれる。それがために、ここはためになる。この部分ですね。そのためを利用して一気にほどくという形を作れば飛距離がこのように伸びていきます。どうしてもためができない方ってね、もう少し速くてもいいから、腰をキュッと先に速度を出してクラブとこう体でこう一回ギアが噛むようにね、ガチッと噛み合ってためが生まれる、こういうことですね。まあ、このような感じで一回ためを作るために一度切り返しを逆に速くしてみるつもりで、ね、このように手だけで振ってしまう、ゆっくり振ろうとして逆にためが生まれない方ね、はこのような練習がすごいおすすめです。まあ、手首に角度ができない、そこで悩んでる方っていうのはね、ここの下半身の動きをうまく、ここで腰が先にリードして、それから腕を振るというね、この今の連続素振りからスイングを紐解いてですね、この切り返しで一度角度ができる、手首に角度ができる、まあ、ギアがグッとね噛むような切り返しの瞬間を作る。慣れてくればスピードをゆっくりして切り返しをすればよりまたスピードも出るんですが、どうしてもわからない方は一度ね、グッとね、スピードを出して、クラブと逆の動きを腰で一度、ツイストをかけてからスイングするようなイメージでやってみると、ためが生まれるのでやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。